五類への移行は、新型コロナウイルスの重症化率や致死率が低下したことから行われたもので。これまで行政が求めてきた感染対策は、今日から個人や事業者に委ねられます。主な変更点では、毎日行っていた感染者数の発表が。定点医療機関から一週間分の報告を取りまとめ、週に一回公表する形に変わり。 外出自粛要請や濃厚接触者の特定は廃止されます。続いて医療提供体制は限られた医療機関による特別な対応から幅広い医療機関による通常対応となり県内では現時点で全体の75%にあたる493の医療機関で外来を受け入れることにしています。 これまで県の調整本部がになってきた入院調整は原則病院間の調整となります。医療費はこれまで全額公費負担となっていましたが一部自己負担となります。五類移行に伴う感染対策の転換に町の人は日常に戻ってくれればいいなと、はい、<laughs> 感じてます。 まだ緩めたらいかいと思うんだけど、その世界の風潮かなんかはよう分からんけど、やっぱり独自の考えを持って、国も動かんといかんと思いますこのほか、ワクチン接種は今年度いっぱい無料で受けられ、きょうからは65歳以上の高齢者や医療従事者などが対象となり、 9月からはすべての人が受けられます。